明るいだけがエンタメじゃねえぞ、自分の中では響いてる。俺でも結構夢だったから、インスパイアダンスに愛されてるな。座りますよ、座りますよ。お話しますか。というわけで、いはい、お願いします。ARB の前に YDK っていうねものをやってまして、まあカバオくんっていうね方もいるんですけど、5人いて、でこのメンバーが今 ARB にも入ってるって感じなんですけど、まあジャンルとしてはね、コレオグラフという形とヒップホップがベースなのかなと。僕と大君は割とロサンゼルスとかから発祥したダンスをメインにやってて、広大君はもうバリバリヒップホップ、純平君は駆け走りになりつつ純平スタイルを確立してるっていう感じなので、一応振り付け師の特色はかなりね、一人一人で違うから、うん、いろんな形の、俺たちがここにいないメンバーも、そう、全員違う、全員違う、全員違う、よく揃えてるな。短いやろも取り入れてる感結構ある。ああ、あるね。ダンスだけど、そのダンスだけじゃないんだとか、形だけじゃなくて、例えば、まあ、スポーツだったらスポーツもそうだし、お酒だったらお酒もそうだけど、なんか身近にある仕草をちょっと動きに入れるみたいな。どうダンスで落とし込むかみたいな。それがすごいイメージ強いけどな。あるわ。でも結構なんかいろんな方向やりますよね、うん、あの明るいとこから暗いとこまで。ゆうたさんの言葉を借りると、なんか明るいだけがエンタメじゃねえぞっていうのは結構、うん、自分の中では響いてるものなんで、うん、疲れた。俺周りで見たことないタイプだし、マジで天才だな。めっちゃ普通に、けどもう一言で終わるの、普通にダンスに愛されてるなって思いますね。なんか